しですか、そうですか。いや、始め方な。コンビニ行ってくる。改めましてどうもオープン主です。今回はムーンライトながら号に乗車してきたので、その模様をお届けいたします。こんなウイルスでどんどん臨時が運休してく中でか。いや、この動画もともと投稿する予定じゃなかった昔々の動画ですので、こちら3年前の夏の動画となっております。そうかそうか、道理で皆さん着ている服が半袖なわけだ。で、3年前。そうだよ。いやー、ウプ主初の国鉄型特急乗車、楽しみですな。いやちょ、今回は同行者氏の功績により見事にモーターなしの号車を引き当てまして、いやちょっと快適な東京までの旅を楽しめそうです。あのさ、まあ本人は寝るつもり全くないんですけど、この話を聞けー。はい、恒例のウプ主粛清タイムが終了したところで、ドアが開いて乗車開始です。もともと入線がギリギリで、ドアが開いてから発車まで5分くらいしかなかった記憶があります。座席はデッキとのドアからまあまあ離れていました。指定を取ってくれた同行者氏に感謝感謝ですな。席についてカメラを回し始めると、すぐに発車しました。これより先ひたすら夜の東海道本線をかけていきます。おいお前、鉛玉あんなにぶち込みやがって正気かよ。むしろあんだけ浮き込まれといてよく生きてられたな。そのゴキブリみたいな生命力に敬意を表すよ。いや、辛辣すぎん。だってお前ド M じゃねえか。なんてバラしちゃうのかな。誰かの動画で言ってたよ、実況者は自分の動画で自分を罵る変態魔女豚だって。それ鶴川帽子のやつや。ダメだって、わしあの人の動画めっちゃ好きやねん。あんな動画の企画性高くて、その上編集能力な人の動画のネタパクるなよ。いいやねえか、そんな方とお前なんか神様とミリンコくらいの差があるんだろうし。たとえの語彙力低すぎんだよ。また粛清されたいのかな。やれるもんならやってみんな。本日もムーンライトながら号をご利用いただきましてありがとうございます。ご利用の列車は電車指定席臨時快速列車ムーンライトながら号東京行きです。さて、再びウプ主の粛清を済んだところで岐阜駅を発車しまして、続けて名古屋駅。ここで鉄道ショーカオルゴールを流す車掌さんもいるようですが、果たして。流れませんでしたね。プランのあいつの行いが悪いから。ねえ、マッチ業いつにも増して辛辣じゃない。多少ね。多少どころじゃねえよ、2回も粛清しやがって。そんなどうでもいいことは企画を走るミペシャンコにしてもらいまして、豊橋発車です。豊橋の時点で24時を回っていますので、18キッパーあの方はここまでの切符を買われる方も多いですよね。いや、うっぷ主放置で動画勝手に進めないでもらえますかね。いいじゃん別に。全然良くねえよ、むしろお前を粛清してやる。3分30秒前に見ない宣言していたアプ主が浜松前で寝上がった結果、次の動画は沼津というね。仕方ねえだろ、前日の夜見ながらが楽しみすぎて寝れなかったんだから。遠足前日の小学生、そういうお決まりのツッコミはいいんで。やはり長時間停車の沼津駅、乗ってる方も結構出てきて撮影やってますね。ちなみにこの時中の人、寝起きで外に出てきてるので、結構疲れてますね。はい。そんな説明いらねえよ、ゲスゴボッキのオプ主さんよ。同行者中で爆睡決めてるんだからいいだろ別に。休止中の2300番台トップなんですか、そうですか。やったね。希望の花繋いだ
いやロード時間長すぎやろ。そして次のローガラ横浜、目内宣言は一体どこへ。いやさすが国鉄型特急、寝心地は上々ですな。そっかお前、電車の中で寝ると大体腰痛が悪化するんだよな。もうすでにおじいちゃんだから。そうなんだよね、腰痛に腰痛意しないといけないんだよ。ご乗車ありがとうございました。まもなく東京です。10番線に到着いたします。お出口ほらお前がさすいギャグ言うから鉄道評価チャイムならねえなんかよ。いや絶対関係ないやろ。落とし物なさいませんよ。ご注意山手線は渋谷駅で新物の配布を行っているため運転を見合わせております。山手線は新物の配布を行っているため運転を見合わせております。まさかお前が犯人か。どうしてそうなった今東京。ご視聴ありがとうございました。シェリアンサイリって終わらせるなやポテトで殺すぞ。それこそ使っちゃいかんだろ。登録者200分の1の分際で。